こんにちは、粟田洋介です。今日はこの白いキャンバスに白の絵の具で先に色を塗って、その白の絵の具が乾く前に別の色の絵の具を上から塗りながら絵を描いていこうと思います。白いキャンバスに白の絵の具ということなんですが、なんか前に絵の白い部分を白の絵の具で塗っているかということを聞かれたことがあるんですが、まあ例えばこういう絵ですね。このこういう白の部分です。これもともと白いキャンバスだったんですが、この白地の部分がここにそのまま出てるのか、もしくはこれは白で塗ってあるのかということですね。で、この絵は全部白の絵の具で塗ってあります。もともとあったキャンバスの白い部分が見えているところも白い絵の具で塗りました。で、今日は絵を描いている合間に白い絵の具で塗るとか塗らないっていう話も少しさせていただこうと思います。白い部分を白で塗るべきか、それとも塗らないべきか、どっちが正しいんだろうなんて、自分自身も昔そんなことを考えたことがあります。今思うと、塗っても塗らなくても正しいと思います。で、私は白い部分を白で塗る場合と塗らない場合があるんですが、絵の具の種類によっても変わってきます。で、キャンバスで描くときも、紙で描くときも、アクリル絵の具や油絵の具で描くときは、白い部分も塗りつぶすことが多いです。でも、透明水彩絵の具で描くときは、まあ、こんな感じで白く出てる部分ですね。この部分は紙の白い地を活かしています。まあ、白い絵の具で塗っていないということですね。これも前で墨で描いたんですが、この部分は紙の色がそのまま出ています。で、せっかく白いキャンバスなのに白い絵の具で塗る理由なんですが、白のキャンバスといっても絵の具の白とキャンバスのこの色っていうのが全く同じではありません。でもあんまりそれ理由じゃないんですけど、あとは質感ですね。この下地材の質感と絵の具で描いた時の質感っていうのが違います。なので全体的にこうやって絵描いた時にちょっとなんか全体に統一感を持たせたいような気がするので白く塗ります。だから逆にこういう白を残してこういう感じでなんか質感としてなんかあんまり違和感がないので、こういう絵の具の場合は紙の白をそのまま活かしたりします。あとはこのキャンバスの下地材ですね。これって結構ね、ちょっと汚れやすいような気がするんですよね。絵の具で塗った方がちょっと汚れても拭き取りやすいような気がしています。まあ作品っていうのは汚れないように保管をするものなので、なんですけど、私の場合はちょっとだらしないので、ちょっと汚れのこともすごい考えたりもします。まあ白く塗る塗らないは人によっていろんな理由があると思うんですけど、まあ私はどっちでもいいと思っています。白く塗った方がよく見えれば白く塗るし、白く塗らなくても良い、もしくは白く塗らない方が良いんであれば塗らないんでいいんじゃないかと思います。
こんな感じの絵が完成しました。タイトルは化け猫の魂と幽体離脱です。ということで今日は白いキャンバスに最初に白で塗って違う色で塗って描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。